前葉市長が市政について語るテレビ版市長コラム。今回は待機児童ゼロ都市津市をお送りします。前葉市長が出演し、テーマに沿ってお話しするテレビ版市長コラム。今回は待機児童ゼロ都市津市をテーマにお送りします。前葉市長、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回のテーマは待機児童ゼロ都市津市ということですが、はい、この待機児童というのは保育所の空きを待つお子さんのことですよね。そうですね。では保育所の現状や津市の待機児童の状況について教えていただけますか。わかりました。まあ、保育所なんですけれどもね、幼稚園とは違って、まあ、低年齢つまり0歳からですねの赤ちゃんから小学校入学までの期間のお子さんをお預かりするんですね。それでまあ時間もですね、朝から夕方までですね、長い時間お預かりできるということで、まあ、特にご両親とも働いておられたりというような方々のお子さんにですね、まあ、ご利用いただいております。幼稚園よりも保育所に入所したいという方が、ね、増えてましてね、例えば年度初め、津市ではですね、4月1日には、まあ、皆さんにご入所いただけるようにしっかりサポートしてるんですが、その後年度途中になりますとね、もうすでに定員がいっぱいということでですね、保育所に空きがないということで入所をお待ちいただかなきゃいけない、まあ、そういうケースも出てきてるんですね。なるほど。最近では子どもの数が減少し少子化が進んでいると言われていますが、その一方で保育所への入所を希望されるご家庭が増えているということなんですね。これはどういった要因によるものなんでしょうか。おっしゃいましたようにね、子どもの数自体は減ってるんですよ。全国的にも減ってますし津市も減ってるんですよね。ところがですね、保育所に行く子どもの数って増えてるんです。まあ、つまり女性の社会進出が進んだということでですね、まあ子育て家庭においても共働きの世帯というのが増加しているんですね。こういう方々各家族の場合はですね、まあ保育所に預けたいということになるわけですね。それからまあ仮に3世代の家庭であってもですね、祖父母、おじいちゃんおばあちゃんが仕事をしておられてご家庭にいらっしゃらないというケースも増えてきてるんです。まあ、そんなことで、保育所に対するニーズが非常に高まっているということですね。そういうことなんですね。では津市の保育所の最近の状況について詳しく教えていただけますか。はい。まあ、0歳から2歳というですね、小さい頃から、預けると、保育所に行かせるというご家庭が増えてきているんですよ。まあ、例えば去年の4月というのを、ね、データを取ってみますと、津市全体の0歳児の中の 15% が保育所に行っておられるんですね。これが1歳児になりますと 38%、 それから2歳児になりますと 44%、 もう半分近いお子さんが保育所を利用しておられるわけです。そうですか。0歳から2歳のお子さんの利用が増えてきているということなんですね。そうですね。ただ0歳のお子さんを保育しようとした場合にですね、保育士が子ども3人に対して1人必要なんです。でこれが1歳児の場合は子ども5人に対して保育士が1人、それから2歳児の場合は子ども6人に対して保育士が1人ということでですね、低年齢ほど保育士を数多く確保しなきゃいけないんですね。したがって、まあこの0歳から2歳の入所が増えてきますとね、そのために保育士の確保、それから、もちろん施設も整備したりというようなことが必要が出てくるんですね。そうですか。では低年齢のお子さんの入所希望が増加している状況にどのように対応されているんでしょうか。はい。まあ、これは定員を拡大するというのが一番の対応策なんですね。で特に私立の保育所にご協力をいただいて、私立保育所が新築をされたり、あるいは増改築をされたりしてですね、施設を整備すると、それに対して行政が
設整備の補助金を出して支援をさせていただいて、その結果、定員を拡大するということをしていただいております。具体的にご紹介いたしますとですね、この3年間の間でですね、新設された保育所というのは2カ所ありまして、子どもの森豊か園さん、それから大川乳幼児保育園さん、この2カ所、それから増改築されたのはですね、3カ所あるんですね。高田保育園さん、津愛知園さん、それから三重保育院の乳児保育所さん、この3カ所なんですね。この合わせて5カ所で全部で定員の拡大、合計222名分の定員が拡大されたんです。なるほど、はい、そうしますと、そういった保育所の定員の拡大に取り組まれたことで待機児童の問題は解消できたんでしょうか。ご希望が増えているんですが、それに対応する形で定員を拡大しておるので、結果としてですね、4月の現在ではですね、皆さんにご入所いただけると、そういう意味では待機児童ゼロ都市津市となっているわけですね。しかしながらですね、年度途中になりますと、例えば育児休業の期間が終わるとか、あるいはですね、ご家庭の状況が変わるなどでですね、入所を新たに希望される方っていうのも増えてきてるんですね。そうなると結果としてもう先に4月1日現在でもう定員いっぱい入ってますよということがあったりして、待機児童が年度途中だと発生してしまうんです。例えばですね、これ去年の10月1日現在なんですが、0歳から2歳児のお子さんで98人の方、この方々が保育所に入所を待っていただかなきゃいけないと、こういう状況になってしまっているんですね。そうなんですね、はい。では同じ就学前の教育施設である幼稚園の入園の状況はどうなっているんでしょうか。これはですね、保育所のニーズが増えることと、反比例して、幼稚園はですね、園児数が減ってきてるんですよ。で、今定員に対する入園率というのが 53.5% なんですね。ゆとりがあるわけです。一方で保育所はですね、先ほど来申し上げてますように定員を上回るような子どもさんが行っておられると、定員5560人なんですが、それを超える5763人受け入れてるんですね。入所率というのは 103.7% ということなんです。で、こういうことで、今ですね、保護者のニーズに対して、幼稚園と保育所の、いわば体制がですね、必ずしも合致していないという状況が生じてますね。そうなんですね。待機児童の問題というのは、働きながら子育てをされているご家庭にとって大きな問題なんですが、今後この年度途中の待機児童や幼稚園保育所の体制についてどのように対応されていく予定ですか。はい、皆様も子ども子育て支援新制度っていうですね、言葉を お聞きになった方多いと思うんですけども、これは今年の4月からですね、子ども子育て支援法という新しい法律が施行されて新しい制度が始まるんです。でこの制度の下では、市町村が事業計画を作ってですね、例えば就学前の子どもさん方の教育とか保育、これをどういうふうにですね、整えていくか、それから地域のニーズに合ったようなですね、子ども子育て支援に関する事業にどういうふうに計画的に取り組んでいくかというようなことをですね、この計画で書くことになっているんです。で津市においても、その計画を今策定中なんですけれども、その中で大きなポイントになるのが今お話ししているような、0歳から2歳の、保育所の定員の拡充、それから保護者の方々の働き方に応じて時間とかですね、少し伸ばしたりとか、あるいはずらしたりとかいうね、そういう預かり方、柔軟な預かり保育の実施、それからやっぱり保育士をですね、どう確保するか、そのためにはやっぱり保育士さんの処遇改善ですね、をしなきゃいけない、こういうようなことが課題ですね。これに対して対応策をしっかりと書いていこうと、結局今後の教育とか保育のニーズの量を的確に把握して、どの部分が不足しているのかと、それに対して早期にですね、そこを手当てをしておく、拡充するということによって、この対応策をしっかりと示しておくということが大切でありまして、この津市子ども子育て支援事業計画は
この3月末に策定する、まあ、こういう予定にしております。そうですか。4月1日からスタートする新制度によって、子育て家庭のさまざまな支援の充実が図られることで、働きながら子育てしやすい環境となることが期待できますね。そうですね、まあ、待機児童というの問題状況というのはですね、市町村によって異なりますから、まあ、それぞれの市町村の実情に応じた取り組みを進めていくことが大切なんですね。そのためには、まあ、しっかりと今のこの少子化時代の中で、子どもたちをどう保育教育するかということをですね、しっかりと見据えて施策を構築していかなければいけません。この保育の充実というのは、まあ、いわば未来への投資なんですよね。少子化時代にありながらもですね、まあ、ちょっとご紹介申し上げましたように、思い切った経営判断をして、定員を拡充しておられる私立の保育所の皆さん、まあ、そういうご努力に津市が支援をすると、まあ、こういうことで、まあ、津市は待機児童ゼロ都市を実現してきたわけです。少なくとも年度当初ではですね、それがしっかりと実現できているわけですから、まあ、そういう公立と私立の保育所の連携をこれからも深めながら、そして働きながら安心してですね、子育てができるような、まあ、そういう津市をこれからもしっかりと作っていくということで、まあ、津市は待機児童ゼロ都市をぜひとも継続していきたいと、こういうふうに思っています。テレビ版視聴コラム、今回は待機児童ゼロ都市津市をテーマにお送りしました。前橋市長、ありがとうございました。ありがとうございました。